オタカル一世、プシセミソルオタカル一世は、ボヘミア公、ボヘミア王。父は、ブラジスラフ二世、母は、チューリンゲンホーハクルートビヒ一世の娘ユーリト。オタカルは若い頃、国中に広がりを見せていた、無政府状態の中で過ごし、何度かの権力闘争の後、1192年に、神聖ローマ皇帝ハインリヒ六世によって、ボヘミアの統治者と認められた。 しかし、放炎したウフェン家を失墜させようとする、ドイツ人諸公の陰謀に加わったため、1193年に君主の地位から追い落とされ、ボヘミアは重帝のインジヒブレチスラフに与えられ、1197年の彼の死後は弟のブラジスラフ・イン・ジフに変わった。同年、オタカルはブラジスラフ・イン・ジフから、ボヘミア君主の座を奪い取り、弟にはモラビアを与えた。 ホーエンシュタウフェン家のフィリップとベルフ家の夫を4世との間で起きたドイツ王位をめぐる争いにおいて自らの地位を高めたいオタカルはボヘミア王の称号を名乗った。ボヘミア貴族の支持を得たいフィリップはオタカルの王号を認めた。ボヘミア王の称号は総祖,祖父にあたるブラチスラフ2世以来となる。1九9九年、オタカル一世は万一千返教オットの娘で、 ベッティン家出身の王妃アーデル・ハイトとの結婚を解消し、ハンガリー王ベーラ3世の年若い末娘、コンスタンツアと再婚した。1200年、オットー4世が優位に立つと、オタカル1世は、フィリップとの同盟を破棄して、ベルフケ支持派に回った。オットー4世と、教皇インノケンティウス3世は、後に、オタカル1世を世襲のボヘミア王と認めている。 フィリップは自分を裏切ったボヘミアへの侵入を繰り返し、オタカル一世を屈服させた。オタカル一世はフィリップに、功能金を支払わされ、フィリップの支持者に再び名を連ねた。そして、フィリップのおいフリードリヒ二世が、叔父の後を継いだ後も、放縁したウフェンケとの同盟を維持した。1212 12年、フリードリヒ二世は、シチリアの金陰直所ボヘミアに対して発布し、 以下のことを取り決めた。この文書は、ボヘミア王位が、おたかる一世とその子孫に属することを保証していた。ボヘミア王位はもはや皇帝の任命によって決められることはなく、ボヘミア国境付近で開催される帝国議会に出席する義務を負うのみである。神聖ローマ帝国には従属するものの、ボヘミア王は帝国内の指導的な選挙校となり、 今後即位するすべての皇帝の体感のためのローマへの遠征旅行には護衛のための三百人の騎士を提供する。オタカル一世の知性はボヘミアでドイツ移民が始まり、それまで森に覆われていたこの国に都市の成長が見られたことが知られる。1226年、オタカル一世はオーストリア公レオポルト六世が末娘アネシカと皇帝フリードリヒ二世の長男で、 シチリアをハインリヒトの縁談をぶち壊したことに起こり、オーストリアとの戦争を起こした。オタカル一世は今度は、アネシカを、イングランドをヘンリー三世と結婚させようとしたが、ヘンリー三世が、反、ホーエンタウン編派だという理由で、フリードリヒ二世が、この結婚を禁じてしまった。当時男やもめだった皇帝は、アネシカを、再婚相手に選ぼうとしたが、 アネシカ本人はこれ以上政略結婚の駒として扱われるのを嫌った。教皇の助言もあり、アネシカは修道院に入った。1230年に死去、ボヘミア王位は5歳との間の息子、バーツラフ一世が継いだ。2008年まで、チェコ共和国で流通していた20コルナ紙幣に肖像が使用されていた。1178年、埋ン編強白。 夫の娘アーデルハイトと最初の結婚をし、4人の子女を設けた。1199年、ハンガリー王ベーラ3世の娘コンスタンツヤと再婚し、9人の子女を設けた。ありがとうございます。